皆さんこんにちは、バンテックつゆきでございます。今日はですね、新企画ということで、ウィークエンドバンテックという企画をちょっと進めていこうかと思います。で、バンテック TV ではなかなかちょっとお伝えできないちょっと細かい、ネタだったりとかですね、そういったものをちょっとご紹介できればなと思います。ということで、今回第1回目ということでございましてですね、バンテックの車を、まあ、すごく大雑把に紹介しようかなと。バンテックですね、V670 というフィアットデュカートを使ったすごい大きいモデルがありますね。K のちっちゃいキャンピングカーは、一通り揃えているんですが、特にですね、ジルシリーズという、ものと、あとコルドシリーズというものがですね、非常に、人気があります。この2種類をですね、ちょっと軽くご案内できればと思います。ジルシリーズ、これは、ハイエンドモデルといいましょうか。ジルシリーズというのがフル装備になっておりまして、例えば冷蔵庫ですとかトイレ、なんかもですね、全部エアコンもそうですね、バッテリーもそうです、そういったものが全て標準装備されている、いわゆるハイグレードモデルという形になります。これ、当然、その装備だけではなくて内装を非常にこだわっておりまして、暖色系の、照明を使ったりとか、そのよりこう雰囲気があるような、ワンランク上の旅ができるようなキャンピングカー。3番目はコルドシリーズという車でございます。これはですね、5メートルと2メートル、長さが5メートル、幅が2メートルというような、車でございまして、非常にその取り回しもよく、どちらかというと旅というよりかはその車を使って遊びに行くみたいな、そんな、コンセプトで、作られております。なので、まあ若干装備も少なめになっておりまして、プライスも若干、低めに設定されております。まあ、今年で言いますとコルドバンクスというモデルがですね、今年2020年でデビューしましたが、こちらもですね、本気で遊ぶ大人たちのキャッチフレーズ、よりその遊びに特化したキャンピングカーという枠を超えた遊びですね、その遊んだ時に使える一つのツールっていう形がいいですかね。そんなような、コンセプトで作っているのがポイントします。はい、ということでですね、ちょっと、すごく大雑把ではございますが、ジルシリーズとコルドシリーズ、ご案内させていただきました。次回の動画はですね、入り口、キャンピングカーもパッと見はなんかこうキャブコンってみんな同じ形に見えるんですが、実は内装も大きく違ったりレイアウトも違ったり、そんな中でですね、パッと見でこう入り口が後ろについている車、真ん中についている車とあったりします。そんなところちょっとご案内できればなと思います。次回の、ウィークエンドバンテックですね、ぜひとも、お楽しみにしていただければと思います。